識別番号0011から17確認、0001から許可発行確認、秘密会議室へ移動します。チャオ、バジおじいさんの家へようこそ。おや、お前さんは確か、またなんかエイブラムに頼まれたんか。ああ、グランゼドーラ城の秘密会議室の装置を直してほしいじゃと。お前さん、賢者ルシェンダと知り合いなのか。エイブラムの時といい、ずいぶんと顔が広いんじゃの。まあこっちもあの会議室にはメンテナンスが必要な頃と思っておったし、グッドなタイミングじゃよ。装置のどこが壊れたかわしには分かっとる。ただ直すには魔光レンズっちゅうのが必要で、これの在庫が切れてやがるのよ。そこでお前さん、悪いんだが魔光レンズを手に入れ、直接秘密会議室まで届けてくれんかね。魔光レンズはこのラギ雪原の北西あたりにいる魔物を倒せば落とすでな、サクッと手に入るじゃろう。わしも支度が終わったらすぐにグランゼドーラ城に向かうからの。お前さんも急ぐんじゃぞ。Yeah.
チャオチャオ。バジおじいさんは待っておったぞ。そんで魔光レンズはちゃんと手に入ったんじゃろうな。わしに渡してくれるか。ふん、これはなかなかに質の高い魔光レンズじゃの。お前さん、良い仕事をするではないか。よし、早速修理を始めちゃうとするぞ。なに、わしの手にかかればこんなもんお茶の子さいさいじゃ。これでバッチリコンと治ったはずじゃ。どうだ、そろそろ装置の修理が終わったのではないか。しまった、まだここにいたとは。うかつ。ルシェンダヒーバーさん、久しぶりじゃ。だからお前をここに呼ぶのは嫌だったのだ。ヒーバーさん？私をヒーバーさんと呼ぶなと何度言ったらわかるのだ。え、何かの冗談？こんな時に限って真実が見えてしまいました。だってルシェンダヒーバーさんは正真正銘わしのヒーバーさんだし。黙れ。とにかく皆の前では絶対にヒーバーさんなどと呼んではならん。はーい、わかりましたのじゃ。ルシェンダお姉さまが怖いのでわしは隣の部屋に引っ込みます。すまんな、身内の恥をさらしてしまった。今聞いたことは忘れてほしい。それよりも装置の修理は終わったのだろう。早速 A 地の冠の賢者たちを召集しよう。この装置は遠方にいる者の姿を映し出し、会話もできるという優れたものだ。バジオ、始めてくれ。我々が一同に会するのは誠に久しぶりじゃな、とブロッゲン様は言っておられる。なんじゃブロッゲン、杖を使って腹話術とはいつの間にそんな愉快な芸を身につけたんじゃ。芸ではないのである、放浪様。我が輩はブロッゲン様の意志を代弁する世界にただ一つの喋る杖である。わしは騒がしいのは好かん。本題に入ってもらえんか。相変わらずクールすぎるのエイドス。そんなんじゃ女の子にモテんぞ。わしらを呼んだ以上レンダーシアに重大な事態が起こっているはずじゃ。少し黙っておれ、ホーロー。 A 地の冠の賢者諸君、賢者エイドスの言う通り、今我々は大きな危機を迎えている。大魔王マデサモーラは我々の世界を自ら作り出した偽の世界により侵食しようと企んでいることが判明した。その企みを打ち破るため、
勇者姫アンルシアに覇者の秘技を得得させるべく諸君らの協力を仰ぎたいのである。諸君らに託された覇者の秘技の試練、それを解放し勇者姫アンルシアとその盟友に与えてほしいのだ。ほう、ついに勇者が盟友を得たか。我々英知の冠の使命を果たす時が来たというわけじゃな。うん、かねてより我々は覇者の秘技の試練の準備を進めておった。すべてはこの時のためじゃ。ブロッゲン様は覇者の秘技の試練の準備は最終段階にあると言っておられる。勇者姫アンルシアよ、覇者の秘技の試練は厳しいものとなる。覚悟はできているのじゃろうな。はい、賢者の方々、勇者として力の限りを尽くし試練を果たすことを約束いたします。お主ならば必ずやアンルシアちゃんを助けてやれる。試練なぞノープロブレムよ。話は決まった。英知の冠の賢者諸君は覇者の秘技の試練解放を急いでほしい。では解散とする。今回私からの依頼を見事果たしていただきましたので、報酬としてこちらをお納めください。覇者の秘技の試練については私からお伝えすることになっています。いつでもお声をおかけください。再びトーマ兄様に立ち向かうことになったとき、私に兄様を倒すことができるの？勇者としての使命に怖気づいたのか。今からでも遅くはないぞ。私にお前の勇者の力をよこせばいい。それはできません。たとえどんな苦難が待ち受けていようと、私はもう戦いから逃げたりはしない。一緒に戦ってくれる人たちもいるわ。ならば覚えておけ。お前が勇者としてどこまで戦えるのか、ずっと私が見ているということ。お前の心が折れたその時、私が勇者の力をもらい受ける。その時を楽しみにしているぞ、アンルシア勇者よ。私は勇者としての使命を果たすわ。命に代えて私を守ってくれたトーマ兄様に報いるためにも。この間は情けないところを見せてしまってごめんなさい。でももう大丈夫よ。これから覇者の秘技を身につけるのに落ち込んではいられないわ。